それは二度と戻れんぞ、この時代には。その程度の覚悟などできています。貴様、我が未来へ。ええ、遠いところから。あなたは私が守るから。あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。
母さん、全部無駄だったの？母さんはもう。誰？ココル、なんでこんなところにいるの？あのね、ココルはね、どこでも行くの。え？言ったでしょ？オリバーのこと、ココルはいつも見てるよ。僕、母さん助けられなかったんだ。今までずっと頑張ってきたのに全部無駄だったんだ。ううん、無駄じゃないよ。え？オリバーはみんなに贈り物をしたの。あのね、オリバー、お目目閉じて聞いててね。うん。おいおい、そんなに気合出すなよ。俺の仕事が減っちまうだろ。今の俺は絶好調だからな。あの時とは一味も二味も違うのさ。思えばあれからこの国も変わったよな。あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ。だよな、変わった変わった。全部あの少年が来てからだよな。この人たちはコロネールの。オリバーがね、最初に助けた人、心をあげた人だよ。心を？うん。でね、まだあるの、聞いて。何？ジューベルのやつがまた悪さしたか。早速ミーの手で懲らしめ。おはよう、レイラおばさん。聞いて、今朝はパパが朝ごはん作ってくれたの。いいのよ、持っておいき。宮殿にある食べ物はみんなのものだからね。あたしなら少しぐらい食べなくても。ええか、ジュニア、妖精に必要なんは何かわかるか。はい、そこのチリ。何？ちゃうで、笑いや。妖精が可愛らしいんは人間らを笑いに導くためのやな。確かにオリバーの魔力は発展途上で、私たちに比べればまだまだ未熟ですが、信じたいんです、彼の特別な力。ブール遅いぞ。僕よりなまってんじゃないか。あ、ちょっと引っ張るな。いいかてめえら、飛行艇団再始動だ。国なんて関係ねえ。ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん大丈夫、この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます、必ず。エンジンの構造がこうだからと。あー、頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。人々の心を譲り受け与えるもの、悲しみの世を救うべし。あなたのことよ、あなたのおかげでみんなが救われたの。みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。みんな、みんなね、みんな、オリバーがくれた贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなをありがとう、ココル。うん、いいよ。僕、行かなきゃ。みんなのところに行かなきゃ。うん。オリバー、これがね、オリバーの心の力なんだよ。物足りないですね。私たちだけじゃダメなの。戯れの時間はおしまいです。そう、もうおしまいだ。何？オリバー！
しようよ、僕たちの心の力を。うん、大勝利。